まあ、トゲトゲ対ハリテとでも言いましょうか。はい、さあ始まりました。フラフ一気に近づいて、オファーちょっと引けましたね。やはりあの張り手が怖いのか。さあどういう攻撃で、おっとダウン。フラウのあの万歳攻撃と言いましょうかね。あの腕を上げる攻撃に来年引っかかってしまいましたね。おお、見事来年の張り手が決まった。正真正銘ストレートの前攻撃ですね。はい、さあ、フラウン、フラウンスリップで結構ポイントを失ってますね。また4対2。はい、さあ4対2で試合再開です。フラウンもダウン取られると負けになってしまいますね。はい、さあ試合再開です。おっと来年の張り手寸止めだ。ちょっと入ればねダウン取れるんでしょうけど、おおダウン。来年 の、 あの手を出したところにブラウがこうバンザイをするんで手をすくい上げられてダウン取れたんですね。さあこれでフラウが起き上がれるのかどうか。フラウ起き上がれるのでしょうか。これ起き上がれないと負けですよ。手あ手を同時勝者赤コーナー。フラウの故障により勝者来年